カーメンは、ドイツ連邦共和国の都市。ノルトベストファーレン州の運ナ軍に属する。ルール地方の工業都市。人口は、約4万3千人。ゼーゼケ川カーメンを、東から西に貫いてゼーゼケ川が流れている。ゼーゼケ川は、流年で、リッペ川に流れ込む。カーメンの西北でケルネ川がゼーゼケ川に流れ込んでいる。以前、 この二つの川はおだくしていたが、現在はおだくが解消されるとともに自然に習い蛇行させた、流路とされている。ベルクカーメン、ハム、ベーネン、ウンナ、トルトムーンと流年の隣にある。カーメンには6つの宿がある。人口は2007年12月31日。現在メートラーと呼ばれる領域は1968年の市町村改編前には3つの独立した。 町村であった。1100年以上の歴史があるメートラー、ベスティックとバッサークルル。旧鉱山労働者住宅地のカイザーアウは独立した町村ではなかった。この地区はベスティックとメートラーの間にあった。カイザーアウの名はカイザーアウ体育学校によってドイツで知られるようになった。1974年と1990年のフィファ。 ワールドカップのサッカードイツ代表のトレーニング地となり、2006年の際にはサッカースペイン代表の宿舎になった。カーメンにはプロテスタント信者の方がやや多い。宗教改革以後はカトリック信者は少数派となった。カーメン北部の宿にはイスラム教組織もある。他の宗教はカーメンにほとんどない。各宿にはプロテスタントとカトリックの教会がある。 カーメンの紋章。カーメンの紋章は黄色地にマーク白亮の紅白の一末模様の横帯と歯車が描かれている。紅白の一末模様の横帯はマーク白の紋章であり、歯車は他と識別するために付与された。この意味について異論がある。主に水車と解釈されるが、他にはベストファーレンのフェーメーあるいはゲルマンの日輪を意味するとも言われる。 1912年には国家によって精霊された紋章の形になった。カタンが尖ったスペイン型の盾で上には三つの塔があるの壁型の冠が乗っているものである。この形は中世の伝統を持つ多くの町で用いられたものであった。壁型の冠はドイツの戦闘能力を示すものであった。1990年代に 壁型の冠のない旧来の形に戻された。マーク博の紋章木組家屋、市役所薬局、税関川の上の5つのアーチの橋、カーメン駅カーメン駅と5つのアーチの橋、産業文化ルートの部分である。カーメンのマルクト広場マルガレーテ協会カーメンには、1970代にイケアの店舗が設けられた。他には、バラなどがある。カーメンには、 全部の学校の種類がある。基礎学校を見てと南カーメンメートラーヘイレンベルベ上級学校カーメン JCT カーメンには渋滞しやすいことで有名なアウトバーンのジャンクションがある。ここでは南北幹線の1号線と東西幹線の2号線が交差している。このジャンクションは2006年に全面改造され典型的なクローバー型となった。 ベボケルウングでアゲメーンデンノードラインウェストフリンズ、AM31 デトセンバー2020、フォアチャシュレイバーングでベボケルウングスシュタンズ、アウフベーシスでゼンススフォーム9、前2011人、クロードルッチ、アーモーリエルジュペイズでリクサンブール、ルクセンブルグ1974、S494 カーメンの公式サイト。ありがとうございます。